こで七瀬と与田のムーと、はい、最近このコーナーですね大人気でして、はい、メールが殺到しております。その中から厳選した一通をよりあ、やりまんだけど心は順調なの予算です。ありがとうございます。漢字がよう当て字。成瀬さん、魚拓さん、ゲストの皆さん、こんにちは。こんにちは。私は22歳の時に遅めの処女喪失を果たしました。当時恋人がおらず、相手はセフレの男性でした。ちょっと待って、もうこの時点で引っかかる。処女でセフレってよくわかんないですよ。まあ、その方とは一度きりの関係で、はい、今現在は別のセフレと遊んでいます。しかし悩みがあります。セックスの時、挿入になると入り口がきつい、狭くて入らない、指一本でもキツキツなどと言われ、チップが入らないこともしばしば。 AV など、あ、私は濡れてるんですが入らないんです。 AV などを見ているとすんなり入っていますが、あれが普通なんでしょうか。何か鍛えたりしていますか、教えてくださいっていう。これってあのほらちょっと話題になった、ちょっと前に話題になった、あれと一緒だよね。夫のチンポが入らないっていう小説知ってる。 あれも同じ悩みです。はい、狭くて、旦那さんが大きくて入らないっていう、いや狭い人いますよ。へー、だからそういう時はどうするんですか。どうするって痛いって言ったらもう無理だよね。なんかお尻の場合はなんか広げれば拡張していけば入るようになるっていうじゃないですか、はい、でもおまんはそうはいかないんですか。そうはいかないんですか。なんかやだ、狭くないみたいだよ。ください。よ、どうなんですか。私結構あの男優さんに狭いって言われます。なんか結構大きい方だと最初イッてなっちゃう。でそれあれ、なんか気温があるじゃん、大きいのが入ってくる。あ、メリメリ。あのね、そうなのよ、本当に。私も最初大きいのダメで、ダメって言ってたんですけど、大きい人に当たっちゃったことがあって、ゆっくりにしてくださいって言ったらガーンって言ったらメリメリって言ったの。そっからもう何でも入る。痛みとかないの。あ、でもやっぱ最初はありました、はい、でも慣れかな。なんか最近慣れてくるもん。全然大丈夫ですね、割と。ってことはやっぱ広がるんですね、うん、じゃああれですよ、あの大きさの違ったこうバイブみたいなの買って自分でこう広げとけばいい。そうですね。そうそう、もうごめん、ほら女性のそれはデリケートっていうか分からないからさ。でもセックスの時別のセフレと遊んでるけど、その人もダメって言ってるんですよ。偶然二人ともチンチンかったってことなのかな。いや、よっぽど狭いんじゃないですか。ってことはやっぱ自分で広げなきゃダメか。指一本でもってなかなかっすよね。考えらんないだろ。何の話ですか。なんでピンポイントなんですか。あ、穴あっじゃないですよ。ギリギリで入るかな、わかんない。だって指でしてもらうんですよ。何本でしてもらう。四本。ギリギリじゃない。入りすぎ。怪物じゃないよ。ギリギリ。いたね、これ怪物。今日はいっぱいいるな。あだの物で怪物だからね。でもやだ、本当に。いやー、どうなんですか。じゃあ、でも徐々に慣らしていくってことですか。まあ、徐々に慣れつつも、でも逆を言うとね、入れたら気持ちいいかもしれないですから、狭くて。だからね、こうプラスと捉えるか。その小説は諦めるんだよ。へー。それは。で、やるたびにこうすごい出血をしてる。重いですね、痛い。っていうのがあるんでね。膣キュン。膣がキュンとします。やれる範囲で、無理のない範囲で、あの少しずつ広げてって。で、時間をかければいいんじゃないですかね。よろしいでしょうか。はい、はい、はい、ではこのコーナーおしまいでございます。